松平長吉3月21日から2005年7月10日は日本の海軍軍人陸上自衛官新職。安国神社第六大宮寺時代には永久戦犯の合衆を実施したことで知られる。東京に生まれる。祖父は松平春学。父は春学の長男松平慶民。母幸子は男爵に行った中旬の四女。妻三子は 自重部官、公爵、第五正重の次女。また、尾張徳川家を継いだ公爵、徳川義吉川おじにあたる。行政中学校を卒業。1937年海軍機関学校を経て、1944年10月、海軍少佐、正5位に至る。敗戦後、最高海軍部部長として、終戦処理を済ませ、1946年7月、 部員47名を率いて最後の福音戦で帰国した。戦後は陸上自衛隊に入隊し、1964年東京オリンピックでは支援集団に配属された。しかし大病にかかり、再起後は防衛研修所選出室勤務を経て、1968年一等陸佐で退官した。同年より福井市立郷土歴史博物館館長を務めた。 1978年7月1日、安国神社の第六大宮寺に就任した。永久戦犯10月17日、宮司預かりの保留であった極東国際軍事裁判の永久戦犯14柱の合詞を実行した。これが、いわゆる永久戦犯合詞問題の発端となる。この論争は今日まで続いている。1992年3月に宮寺を退き、再び、 福井市立郷土歴史博物館長に復帰した。2005年7月10日、死去した。松平長吉、宮司通達、安政の大国をはじめ、幕末の内戦等による死亡者を、当社初記録におては、幕末巡軟者あるいは、維新巡軟者と呼称している実情に鑑み、事後、大東亜戦争終結後の処位、先般警視者、 隕石受血者等を昭和殉難者と呼称し、要する場合は昭和殉難者等、等等のごとく区分する。突起なき者は本人の分。ありがとうございます。